第7節全身をリラックスさせる体位 A 死体の体位完全士官の体位今まで解説した多くの体位を行った一番最後に必ず行います途中でこの体位を挿入しても構いません枕なしで仰向けに寝ます手のひらを上にして体から少し離しておきます足は肩幅くらいに開き目は軽く閉じます この体位で全身をリラックスさせます。顔の真ん中か鼻の先に意識を集中すると頭の中の力が抜けてスッキリします。体位としてはたったこれだけですがこの体位は誰にでも簡単にできる優しい体位のように見えて実は最も難しい体位なのです。しかしながらこの体位をマスターしたならばその利益は計り知れないものがあります。 この体位は、その名が示すように、心身ともに完全にリラックスした状態を作り出します。この状態が得られたら、心身の健康は、もちろん悟りさえ明けてきます。しかし、その状態を得ることは容易ではありません。しかし、毎日一定時間繰り返し行えば、必ず、何らかの成果は得られるはずです。ベッドの上で横になったり、 安楽椅子に深々と体を沈めてみても一部の筋肉は軽い緊張を残しているものでありまして精神の緊張は緩むものではありませんしかしこれまでの解説してきた退位体操を行ってからこの全身士官の体位を行えば身体の士官だけでなく精神そのものの士官まで可能になりますある意味では 今までの全ての体位体操はこの体位をマスターするための補助的手段であるともいえますこの体位は身体的操作から精神状態をコントロールできる数少ない方法の一つです以下の解説に従って繰り返し行ってみてください B 筋肉士官の練習法全身士官の体位を取り行が上向きに寝るします 体の一部分を選んで、その部分の筋肉をリラックスさせると同時に、その部分に精神を集中して、その部分の筋肉がだんだん緩んできてリラックスしている状態を想像します。この方法を全身に渡って練習します。この場合、練習の対象に選ぶ部分とその選択は任意ですが、標準的な順序を示しますと、胸部。 腹部部で足、頭部となります。しかしもっと細分化していっても良いし足から始まって下体部膝、大腿部下腹部ほぞの周囲上腹部胸部両肩下顎、鼻目額頭頂というようにするのもいいでしょう一つの部位については数十秒かけますが慣れてくれば数秒でもいいでしょうこの部分子間の練習は 地味で取り留めのない感じがしますが繰り返し行っているとだんだん筋肉の緩みをはっきり意識できるようになりますそして最後には全身を瞬間的にリラックスさせることさえ可能になります以上のやり方はシュルツの自立訓練法の源となったものですが筋肉視患の方法としてはやや難しいものですこれより優しくするには 視感の前に緊張を加えれば良いでしょうすなわち選んだ体の部分の筋肉をまず引き締めて体を固くしますこの引き締まった感覚を意識してから急に緩めてその視感した感じを味合うようにします目的は視感にあるのですがその感覚をしっかりつかむために前もって緊張させるのです例えば足の視感感覚をつかむためには まず足先を頭の方へ力を込めて曲げ足とくるぶしに強い緊張感を起こし数分こらえてから急に足を自然の状態に戻しその部分の緩んだ感じを味合うようにしますこの練習にある程度成功すると今度は足先から始めて頭のてっぺんまで一気に緊張しきった途端に今度は 頭ののてっぺんから足の裏ままで歯間させますこのようなことが楽にできるようになると筋肉の弛緩はお手のものとなりますしかしこれだけでは心身の完全なくつろぎは得られません C 呼吸リズム化の練習法体が十分にリラックスしたところで注意を呼吸に向けて呼吸の流れにリズムを加える練習をします 呼吸のリズム化の練習には3つの段階があります。1、第一段階。まず、息の出し入れの流れを心を静めて観察します。ただ観察するだけのことで、息の流れや量を意識的にコントロールするわけではありません。はじめのうちは、この観察に3から4分をかけます。そして、最後には10分くらいにまで延長します。 その間に心は注意の焦点から逸れてゆこうとしますが雑念が浮かびそれと気がついたら再び意識の焦点を呼吸の方に引き戻しますこういう練習を続けてゆくうちにだんだん心は長い間の注意の的から離れなくなり精神集中ができるようになりますもちろんこの練習は生優しいものではありません 全身全霊をかけた長い間の練習が必要です。この行法は、仏教の数い期間、呼吸の数を数えながら呼吸すると同じ内容を持つ行法です。これは、精神集中の訓練ですので、毎日繰り返し、練習を重ねれば、必ず、一定の成果が得られるはずです。第二段階。第一段階の練習を一週間ほど続けると、 普通に行っている呼吸は不規則で平均した長さになっていないことに気づきます。そこで出し入れの息を同じ長さに揃える練習を始めます。息の量を増やすとか長くするとかいう努力は無用です。目標は呼吸のリズム化にあるのです。練習は毎日2から5分くらい行います。はじめのうちは 息苦しさを感じるかもしれませんが間もなくそういう感じは消えるでしょう3第3段階1ヶ月余り真面目に練習するとリズミカルな呼吸が非常に楽に行えるようになりますそうなったところで息の量と長さを少しずつ増やしていく努力を始めます少しずつ程度を高めてより深い吸息。 それに相応したより深い小息の練習を行います。呼吸はゆっくりと滑らかに行わなければなりません。精神集中の的は息の動きです。4、効果。筋肉の弛緩により身体は整えられます。呼吸のリズム化によって、初めて精神への影響が現れてきます。ヨーガの体体位操は、 呼吸法と瞑想法の予備門として極めて重要な意義を持っています注意息のリズム化の練習は決して優しいものではありませんそれは精神集中が難しいからですこの練習には大きな忍耐が必要です焦って上達を急いではなりません第1段階がマスターできるまでは第2段階に進まないことです 第2段階から第3段階に移る場合も同様です。リズミカルな呼吸を伸ばしていくには、特に用心する必要があります。はじめのうちは、どうしても、多少の精神的緊張の混ざり込みがありますが、これは望ましくありません。すべてが、気楽で心地よくないといけません。病気で、何らかの不快な症状のある人は、 10分以上続けることはよくありません健康な人は時間に制限はありませんこの方法に熟達すればわずかな時間で心身の完全な痴漢を得ることができますこの方法を習得した人は精神的ストレスに対して不死身ですし肉体的疲労から急速に脱出できますしたがって すべての病気から解放されることも可能になります。また、後に述べる瞑想法のイメージトレーニングなどは、ヨーガの完全士官をある程度マスターし、リラックスした心の状態で行わないと、効果がないどころか、有害な現象が起こることもあります。